はい、もちもち TV のもっちです。この2ヶ月間、ちょっと家にいることが多かったんで、まあ、コナンの映画を一番最初の1作品目から、まあ、今年の22作品目まで、まあ、ゼロの執行人までですね、を見直してみました。そしてランキングを、まあ、自分の中でのランキングをちょっとつけてみたんで、それを今回は発表してみたいと思います。まあ、とりあえず22作品もあると、このランキングをつけるのが結構大変なんですね。その、例えば14位と15位のこの差は何なんだとか、まあ、細かい順位をつけていくのがちょっと大変だったんですけど、まあ、それでもなんとかつけました。で、ベスト5をちょっと紹介していきたいと思います。はい、まず第5位は、カラクレナイのラブレターですね。まあ、去年の映画なんですけど、まあ、ヘイジとカズハの映画ですね。まあ、ヘイジが大岡もみじと、まあ、子供の頃に婚約をしている、結婚の約束をしているということで、まあ、ちょっと面白い展開だなっていうところから始まるんですけど、まあ、その本編の事件とは関係ない謎が、ちょっとそそられる一つの原因でもありましたね。まあ、最後は壮絶な聞き間違えっていうオチだったんですけど、まあ、ヘイジとカズハの仲が深まって、絆が深まって、まあ、非常にいい映画だったと思います。まあ、カズハの100人一首の大会の練習の、まあ、頑張ってる姿も印象的でしたし、まあ、ラストの平次のバイクでの脱出シーンの、まあ、その手離したら殺すでっていうカズハに言うところも痺れましたね。まあ、それで大岡もみじが、まあ、地味に好きなキャラなんで、まあ、これからも出してほしいなって思いました。はい、第4位は一番最初の映画、時計仕掛けの摩天楼ですね。まあ、最初の頃の方が、まあ、トリックとか話の展開も、まあ、単純というか、まあ、シンプルなものが多かったんですけど、まあ、まさにシンプルイズベストの作品かなって思います。まあ、そして何と言っても、ランが乙女チックな感じで可愛いんですよね。で、最後の赤を切るか、青を切るかっていうところも、まあ、赤は運命の赤い糸だから青を切るっていう、もう女子中の女子みたいな考え方ですよね。まあ、犯人はランのラッキーカラーが赤だっていうことを知っていたんで、まあ、これ赤を切って爆発するだろうっていう、その裏を書いた感じの爽快な感じが良かったです。はい、第3位は、まあ、おととしの映画なんですけど、まあ、純黒のナイトメアですね。やっぱ黒の組織が出てくる映画は面白いですよね。まあ、組織の裏切り者を見つけ出して殺すっていう展開の映画なんですけど、まあ、アムロさんがそれで殺されそうになるとこは、ちょっと手に汗握る展開でしたね。まあ、ジンがアムロさんを殺そうとした時の、疑わしきは罰するっていうジンのセリフもかっこよかったです。で、まあ、記憶喪失の状態だったとはいえ、まあ、キュラソーが、まあ、こっちの仲間に、まあ、少年探偵団との触れ合いを通じて、まあ、だんだんこっちの仲間になっていく感じが微笑ましかったですね。まあ、それだけに一番最後のシーンがちょっと残念というか、まあ、キュラソーが、まあ、捨て身でみんなを助けるんですけど、まあ、腹を刺されて、で、観覧車に潰されて、最後は爆発というか燃えて、体が燃え尽きて、まあ、黒焦げになるっていう、まあ、衝撃的な、まあ、コナンの映画としては本当に衝撃的なラストだと思うんですけど、それがちょっとかわいそうというか、まあ、ちょっとこっち寄りになってきてて、まあ、ゲンタとかアイちゃんを助けてたのに、まあ、そういう死に方するかっていうのがちょっとかわいそうで、まあ、もうちょっと最後はキュラソー思いというか、まあ、なんか逃げ切るとか、どっかいなくなったとか、まあ、救いのある展開だったら、まあ、2位や1位もありえたんですけど、まあ、今回は3位に留めておきました。はい、そして第2位は7作目の作品なんですけど、迷宮のクロスロードですね。まあ、これも平次とカズハが、まあ、一番最初にメインになった感じの映画だと思うんですけど、まあ、去年のカラクレナイも結構良かったんですけど、まあ、僕はこっちの方が好きかなっていう感じがしますね。まあ、平次の初恋の人は誰だっていう展開の映画なんですけど、まあ、最終的にはカズハなんですけど、まあ、平次がタンスから刀を探し出す場面でわからなくなって、カズハが歌った歌のおかげでそのタンスの中から刀を見つけ出して、まあ、最後その歌が生きる感じで相手を倒すっていうのが、まあ、いいなって思いました。あとはパイカルを飲んで、まあ、新一本人がランの前に姿を現すシーンが良かったかなって思いますね。大体ランの前に映画で姿を現す時って、まあ、キッドが化けてる展開が多いと思うんですけど、あの時は本当に新一本人が目の前に現れたんで、まあ、それが良かったなって思います。あと最後の倉木麻衣さんのエンディングも映画とマッチしてて非常に良かったんじゃないかなと思いますね。はい、そして第1位は漆黒のチェイサーです。やっぱ3位の時にも言ったんですけど、まあ、黒の組織が出てくる映画は、まあ、基本的に面白いなっていうのがあるんですけど、まあ、この映画は、もう本当に最初から最後まで、まあ、ずっと面白いというか、まあ、だれるところがないんじゃないかなって思います。まあ、ずっとスリルと緊張感がずっと保たれてるというか、まあ、純黒のナイトメアの時のキュラソーは、なんか最初からだんだんこっちの方に、こっちの仲間になるんじゃないかっていう予感があったんですけど、漆黒のチェイサーのアイリッシュは、まあ、ずっと悪いやつで、まあ、悪いやつを徹底してて、まあ、最後の最後で、まあ、コナンをかばってちょっといいやつになるんですけど、本当に悪いやつだったんで、それがまあ、
ずっとハラハラドキドキする展開の一つなんじゃないかなって、まあ面白い要因の一つなんじゃないかなって思いますね。あとアイリッシュが、まあコナンイコール工藤新一だってことを見破ってて、そこに気がついてたんで、それがさらにドキドキさせる要因の一つなんじゃないかなって思います。あと最後のランとアイリッシュのバトルで、ランの、まあライフルの弾は無理だけど、拳銃なら避けれるって言って、実際避けるところが、いや、そんなことできないだろうって思うんですけど、まあランすげーってなって、まあそのセリフがとにかく印象的でかっこよくて、まあ好きですね。まあ1位と2位がちょっと迷ったんですけど、まあ少年探偵団も漆黒のチェイサーではそれなりに結構活躍してたので、漆黒のチェイサーを1位にしました。で、1位から22位まで作ったランキングがこんな感じです。まあこれなかなか迷ったんですけど、これがまあ1位から22位、僕の中での1位から22位ですね。で、最下位は11人目のストライカーなんですけど、まあ僕はサッカーが好きなので、これ当時映画が公開するときに結構ワクワクしてて、いやどんな映画になるんだ、サッカーとコナンが絡むどんな映画になるんだってずっと期待してたんですけど、ちょっと J リーガーを出させすぎて、まあ J リーガーは結構比較的みんな棒読みなんですね。まあ一言二言のセリフだったらいいんですけど、まあ結構 J リーガー喋るシーン多いなっていう感じで、まあ、棒読みのシーンが多くて、それがちょっと映画を台無しにさせてしまったような感じがしますね。まあ最後の少年探偵団がボールをパスで繋いでいくシーンはちょっとかっこよかったんですけど、まあこれがまあ泣く泣く最下位といった感じですね。あとジュビロの前田選手がヘディングで決めたシーンが、まあ地味に、まあジュビロ好きなんで、まあ地味に嬉しかったです。はい、いかがだったでしょうか。これが僕の中の1位から22位ですね。まあ昔の映画はまあ映画館で見てないのやつとかも結構あるんですけど、まあそれを見返したりして、まあ子供の頃の映画なんかは全然記憶になかったりするんで、ああそういう展開だったっていうのが、ああなるほどっていうのが結構あって面白かったですね。来年はキッドの映画ということで、まあ僕このランキングを見てちょっと分かったと思うんですけど、キッドの映画でそんな上位に来る映画が、まあ僕の中ではなんですけどそんななくて、まあ来年の映画こそまあ上位に来るようないい映画になればいいなと思っています。はい、以上もちもち TV でした。